にちは、新州読書会の宮沢です。今日も純粋理性批判の続きを読み上げていきます。先に告知なんですが、メルマガ登録募集してますので、説明欄のリンクのところからですね、ご登録ください。あと Amazon 楽天の、リンクも貼ってあります。一度踏んでいただいてお買い物をしていただきますと、当読書会に紹介料が入りますので、ご協力お願いします。今日は2018年の4月12日です。28ページですね、上巻の。まだ序文ですけど、また読んでいきます。数学は人間の理性の歴史が遡りうる最も古い時代から、ギリシア人という驚嘆すべき民族の中で一個の学としての確実な道を学んできた。論理学においては、理性は自分自身だけを問題にするところから学の王道を見出し、あるいはむしろかかる道を自ら開くのは比較的容易である。しかし数学にあっては、このことが論理学におけるのと同じようにたやすく成就されたと考えてはならない。むしろ私が思うのに、数学には長い模索の時期があった。特にエジプト人の間では、それが急転して一個の確実な学となったのは、一つの革新を経たおかげである。そしてこの確信は、ある一人の人がある試みをなすにあたって素晴らしい着想を得たことによって生じたのである。この人以来、数学者は行くべき道を踏み迷うことなく、また学としての確実な道は万世にわたり無限の時に至るまで開かれ、かつあらかじめ指示されたのである。かかる考え方の確信は、有名な希望法を回る航路の発見よりもはるかに重要な事柄であった。しかし数学におけるこの革新と、かかる革新を成就した優れてめでたい人との歴史は我々に伝えられていない。ディオゲネス・ライルティウスは、幾何学証明における要素エレメントなら、それが普通の判断では全く証明の必要がないというような、ないと思われるような些細なものに至るまで、その発見者と称せられている人の名前を挙げている。このディオゲネス・ライルティウスはが我々に残したところのかかる伝説は、数学においてこのような新しい道を発見するに至る方向を最初にたどることによって成就された革新的な変化の追憶は、当時の数学者にとって非常に大切に思われたに違いなかった。そこでこの追憶が普及のものになったという事情を明らかにするものであるということです。数学っていうのは、論理学っていうのがあったんですね。で、論理学っていうことは理性だけを問題にして、サイエンスの王道を見出してきたということなんですね。数学の話なんだよね、今日するのはね。数学っていうのは革新的な考え方を一つしたんですね、ある人は。古代ギリシア人、エジプト人。とりわけ古代ギリシア人の名前もわからない人が革新的な考え方をしたと。二等辺三角形を論証したっていう問題が出てくるんですね。で、幾何学的証明をした人は、ディオゲネス・ラエルティウスがたくさん、名前を挙げてると。ギリシャ哲学者列伝って本があるんですね。岩波文庫で3巻で出てるんですけど、私中巻だけ持ってて、その中のディオゲネスっていう樽の中の聖人については、何度か紹介したことあるんですけども、その本も同じ名前のディオゲネス・ラエルティウスっていう人は書いてるんですけども、この人は、何ですか、ギリシャの哲学者なんか研究してまとめた人ですね。で、この人では、幾何学的証明における、幾何学的証明をした発見者の古代ギリシア人を称賛して、哲学者列伝に名前を挙げてるそうなんですね。だけども、本当に革新的な二等辺三角形を初めて論証した人については名前が書かれてないと。そのことを語ってますんで、続きです。要するに、二等辺三角形を初めて論証した人、その人の名がタレスであろうと、あるいは他の何人かの名であろうと、の心に一条の光がひらめいたのである。彼は自分がこの図形において現に見ているところのものや、あるいは図形の単なる概念などを追求して、これらのものから図形のさまざまな性質を学び取るというのではなくて、
彼が概念に従って自分でアプリより肉弾の図形の中へ、いわば考え入れ、また構成によって概念に対応する直感をアプリよりに現実することによって、現実したところのものによってこの概念に対応するところの対象を算出せねばならないということ、また彼が何事かを確実にアプリよりに知ろうとするならば、彼は自分の概念に従って、自ら対象の中に入れたところのものから必然的に生じる以外のものをこの対象に付け加えてはならないということを知ったからである。ちょっとこれ難しいこと考えた書いたって、私もちゃんと説明できるかどうかわかんないんですけども、二等辺三角形を論証した人がいるんですね。で、私も今ネットで調べたら二等辺三角形になる条件って4つあるんですね。これが見つかってんですね。これ4つの条件、5つ目6つ目見つけた人がいたとしたら、これすごい発見だと思うんですけども、二等辺三角形 のになるための条件、条件1、2つの角度が等しい三角形は二等辺三角形である。まあ、底辺っていうのありますね。二等辺三角形の等しい2つの辺以外の辺ですね。まあ、その底辺にある角は、2つ角度が等しいと。これは二等辺三角形の条件だと。2つ目は、頂角の二等分線が底辺の中点を通る三角形は二等辺三角形である。3つ目は、条件3は、頂角の二等分線が底辺と垂直に交わる三角形は、二等辺三角形である。条件4、底辺の垂直二等分線が別の頂点を通る三角形は二等辺三角形である。まあ、これ、ネットで調べれば4つの条件出てきますんで、この4つの条件、1つでも満たしてれば、それは二等辺三角形だっていうんですね。で、二等辺三角形を論証すると、まあ、二等辺三角形の性質もまあ同じですよ。二等辺三角形の性質と二等辺三角形になる条件っていうのはですね。で、二等辺三角形っていうものを論証したんですよ。概念として論証したってことですね。二等辺三角形を書くことは我々できるんですけども、じゃあ二等辺三角形って何をもって二等辺三角形なのかっていう条件を考えたんですね。性質を導き出したのと、条件、この条件が一つでも当てはまれば二等辺三角形だっていう条件を見つけたと。で、これは、まあ、概念に従って自分でアプリよりに九段の図形の中へ、いわば考え入れ、現実したところのものによって、まあ、図形を算出したと。だからどういうことかというと、条件が一つでも当てはまれば、二等辺三角形だと。頂角の二等分線が底辺と直角に交わった場合、あ、これは性質の方か。二つの角度が等しい三角形を作れば、これはもう二等辺三角形だと。だ、二つの角度が等しいっていう概念を使って、それを図形の中に、図形に落とせば、二等辺三角形になるってことですね。算出されるってことですね。あるいはその、頂角の二等分線が底辺の中点を通る、っていう条件を、概念を入れると二等辺三角形になると。あるいは、頂角の二等分線が底辺と垂直に交わるっていう条件を作れば、これも二等辺三角形になると。あるいは、底辺の垂直二等分線が別の頂点を通る三角形は二等辺三角形であると。概念から図形を作ることができると。概念、条件設定してあげれば自動的に二等辺三角形ができるっていう条件が4つあるってことに、まあ、論証したってことですね。論証したっていうか、まあ、見つけたってことですね。で、ということは、条件さえあれば二等辺三角形ってのはできるわけですね。目の前に二等辺三角形がなくても二つの角が等しいっていう概念というか条件さえあれば、これは二等辺三角形になるんだということを見つけたってことですよ。で、いろいろな三角形はあるけども、このように様々な。二つの角が等しいってものは全て二等辺三角形っていうふうに、呼ばれるものになるということですね。法則性を見つけたってことですね。規則性を。まあ、
このようにたくさん三角形があるとしますよ。まあ、三角形があるとして、2つの角が等しいものは二等辺三角形だって言って分類できるようにしたってことですね。であるいは何もない、一個も三角形がなくても2つの辺が等しい三角形を作れば、それは全部二等辺三角形になるってことを逆に言えば見つけたってことですね。でアプリよりに、まあ、先見的に三角形を見なくてもですよ。二等辺三角形っていうのはこういう操作の中で出てくると。2つの角が等しい三角形っていうものはあまねく二等辺三角形になると。そうやって条件付ければ二等辺三角形がポコ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 出てくるんだということですね。で三角形ってもう経験しなくてもですよ、2つの角が等しければ二等辺三角形なんだとわかるってことですよね。ということは、概念に従って自ら対象の中に入れたところのものから必然的に生じる以外のものをこの対象に付け加えてはならないということを知ったと。2つの辺が等しいのに二等辺三角形じゃないってことはありえないですね。まあそれが正三角形である場合ありますよ。3つとも45度、45度じゃないや、3つとも60度かなって正三角形ってことあるでしょうけど、まあ2つの角度が等しければ二等辺三角形が正三角形になりますよね。でそれ以外の三角形にはならないわけですよ。あの直角三角形、まあ直角三角形は二等辺三角形であるとは言えないですよね。二等辺にならない場合もあるからですね。まあ直角二等辺三角形以外の、直角三角形っていうのは二等辺にはならないですよね。なんかだんだん数学の問題みたいになってきて、私も別に数学的なセンスがあるわけじゃなくて喋ってるんですけども、概念に従って自ら対象の中に入れたものから必然的に生じる以外のものを二等辺三角形じゃだって言っちゃいけないってことですね。二つの辺が等しくない二等辺三角形だってありえないんですね。ってことはそれ以外はもう二等辺三角形に入れちゃいけないと。で入れちゃいけないってことから二等辺三角形ってのはこういうもんだって論証されるようになったってことですね。でこれがいかにすごいことかってことですよね。例えばですよ、まあこれは自己啓発も一緒なんですけど、まあ類は友を呼ぶって言葉ありますよね。同じようなやつが集まるんですよ。まあこれは二等辺三角形で底辺が2つ同じなら二等辺三角形だっていうのは別にあのそれほど確かなもんではないんです。法則性ではないですけど、まあ、経験的な法則としては同じようなやつが集まると、同じようなやつが集まる似た者同士がより集まってるってことですよね。これは経験法則なんですよ。だけどそれは経験法則ってアプリよりじゃないんですよ。経験だから論証できないんですよ。類は友を呼ぶっていう格言は。だけど2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だっていうのは別に経験しなくても論証できるってことですよ。全ての二等辺三角形をあの上げていちいち調べなくても、その2つの辺が等しい以外の二等辺三角形なんか絶対出てこないんですよ。経験できっこないわけですよ。経験しなくても分かることは先見的ってことですね。これはアプリよりってことですね。で、ことは我々は経験的に二等辺三角形、経験的にしか二等辺三角形知らないとしたら、類は友を呼ぶって格言と大して変わらないわけですよ。大体二等辺三角形に似たものが二等辺三角形だって話になっちゃいますよね。でも数学っていうのは、それだったら革新的じゃなかったんですよ。革新的っていうのは、もう実際に二等辺三角形なんて書かなくたって、二等辺三角形の性質を満たしてればもう必ず二等辺三角形になるんだと。不良と付き合ってれば不良なんだと。これは経験的な法則ですよ。不良と付き合ってても不良にならないやつもいるかもしれないですよ。まあ、ブラックスワン、すべての白鳥は白いとは言えないですね。黒い白鳥が見つかったって言うんですよ、オーストラリアかどっかで。だから、すべての二等辺三角形は、経験の世界ではすべての二等辺三角形は二つの角が等しいと。これは、もしかしたらブラックスワンがいるかもしれないと。二等辺三角形なのに、2つの辺が、2つの角が一緒じゃないのがどっかで見つかるかもしれないですよね、ブラックスワンが。でもそんなこと数学の世界じゃありえないんですね。なぜかというと数学の世界ではもうすでにアプリよりな条件で二等辺三角形ってのはもう確実に出てくるからですね。
で、それ以外のものを二辺が等しくない二等辺三角形を、二等辺三角形だって共弁することはできないわけですよ。それはブラックスワンだって言ってもよく見ればなんかスプレーで真っ黒にしてるだけだったって話になっちゃうんですね。それはやっぱ二等辺三角形なんですよ。その二等辺三角形のアプリよりな条件を満たしてればね。もしかしてあの ね新聞の一面のニュースに二つの辺が等しくない二等辺三角形が見つかりましたなんていうニュースがこれから出ることはまあないでしょうね。エイプリルフールならあるかもしれないですけども、ないわけですよ。だけどただ白鳥の場合は黒い白鳥が出てくるかもしれないですよ。それはもう黒い白鳥でもなんか黄金の白鳥でもなんか青い白鳥でもなんかもうなんかいろいろなのピンク色でも出てくるかもしれないですね。それはもしかしたらね、自然の世界ではそうかもしれないけども、数学の世界っていうのはもうアプリよりに、概念に従って自ら対象の中に入れたところのものから必然的に生じる以外のものを二等辺三角形だって言っちゃいけないんですね。そういうふうにできてるんですよね。それが革新的だったんですよ。それはサイエンスっていうかまあ学問、数学っていう学問にしてはもう一個の堅実な学になったのはまずは二等辺三角形の論証があったからですね。こっから幾何学ってものが始まったと。これは確かな道で、アプリよりの条件言えば幾何学的にまあ揺らぎない数学的な証明っていうのは次々、まあ、生まれてったってことですね。でこれがいかにすごいことかっていうのは、まあ、ギリシア人でさえも最初よく分かってないと。でも途中からこれすごいんじゃないかって気づいて、デオゲネス・ラエルティウスがこの人たちすごいって言って武勇伝まとめたのがなんかそのギリシア哲学者列伝みたいな本だと思うんですね。だけどあんまり最初の頃はそれが重視されてなかったら二等辺三角形を誰が論証したか分かんないと。ある人は、まあ、ミレトスのタレスっていうね、オリーブ掘削機の逸話で有名ですけど、あの哲学の目的はそんな些細なことやることじゃないと、あのオリーブが豊作になるって分かってオリーブ掘削機収穫の前に町中のレンタルしたんですね。レンタルしてなんか2倍の金額で貸し出してすぐ金持ちになったと。それは天文学やってて星を見てれば今年はオリーブが豊作だって分かったらしいんですね、そのタレスっていう哲学者が。で、哲学者、科学っていうのはそういうことが分かると。科学にから見りゃ金稼ぐのなんて簡単なんだと。だけど科学の目的は金稼ぎじゃないからって言って、言ったって言うんですね。それはなぜそんなことしたかっていうと、哲学なんかやって何の意味があるんですかって言われたんですね、タレスが。で、何の意味があるっていう、お金持ちになれると。で、その証拠にお金持ちになってやるって言って、オリーブの掘削機を、まあ、借りたわけですよ。で、一山当てたわけですよ。でもそれは全て学問として天文学を駆使して、オリーブの豊作が分かったからお金持ちになったと。でお金持ちになった後で、いや私は別にお金のために哲学をやってんじゃないと、他の目的があるからやってんだっていう言ったっていう伝説があるんですけども、まあこの人が二等辺三角形を初めて論証したかはよく分かんないけど、そうかもしれないって書いてあるんですね。だけど、まあ、アプリよりな条件でもうそれが人類にとっても揺るぎない一個の確信になると、確実なサイエンスになるってことを、まあ、ギリシア人はいくつも見つけてるわけですね。で、ギリシア人たちのが見つけてなければ、まあ見つけるのは遅れたぐらいでしょうけども、まあそうやって数学っていうのはすごい発展してきたということですよ。で、なおかつ物理学っていうか自然科学も、ガリレオとかケプラーとかっていう人たちは、まあ、ミレトスとタレスと同じことをしたわけですね。その天体の軌道やら重力やらの問題に関して学問としてこういう揺るぎない、まあ、論証を、まあ、物理とか自然科学の中で、まあ、していったと。コペルニクスとかね、ということなんですね。ということはそれはまあ理性ってものが、まあ、まあ次回お話しますけど、理性ってものは法則を見つけ出すと。この自然の中で、自ら対象の中に入れればその法則性が働いてるような法則性、まあ自然法ってやつを見つけたってことですね。
で、理性があればこの自然法っていうのは見つかると。で、自然法っていうのはちゃんと条件さえ揃ってればその自然法が自然の中で必ず法則として働いてると。で、それは人間が変えることができないってことを、見つけてったわけですね。まあ、例えばその、よく私が言うのはオスとメスがつがいになる。オスとメスはつがいなんですよ。LGBT の問題はあるでしょうけども、基本的にオスとメスはつがいになって子供を産むわけですよ。で、それは自然の法則なんですよ。人間変えられるもんじゃないんですね。その社会的な役割としての、あのジェンダーってのありますよ。オスとメスの役割っていうのはね。だけど、動物としてつがいになって子供を産むっていうのはオスとメス。まあ、ある程度の、まあ、哺乳類ではそうだってことですね。そのなんかプラナリアとかそういうものはどうだか知らないですよ。分裂すれば増えるんでしょうけども。ある程度、その、高等生物になると、オスとメスがつがいになってると。いうことですね。あるいは、その、潮の満ち干っていうのは、太陽と月の引力によってできるとかですよ。こういうのは、自然の法則ですよね。規則性があると。それは人間が変えられなくて、なおかつ、計算すればいつ潮の満ち干があるっていうのかも分かるってことですね。それは概念に従って潮の満ち干っていう対象を見れば必然的に生じる関係があると。それ以外の関係なんかなんないんですよ。いつ潮が満ちて引くかなんて分かるんですよ。計算できるようになってるんですね。で、いきなりその潮の満ち干の法則が変わるような特例が出てくるってことは、まあ、あるのかもしれないですけども、観察してりゃあるかもしれないですね。なんかの影響で。まあ、なんか水星が地球に近づいたとか、そういうことで、なんか、潮の満ち干が早くなるとかあるかもしれないですけども、まあ、基本的には、まあ、概念を自然の対象の中に入れれば、潮の満ち干っていう対象の中に入れれば、まあ、月と太陽のその軌道っていうものを、軌道の概念っていうのを、潮の満ち干っていうもののところに計算として入れれば、いつ青潮になって、いつね、潮が満潮になるか、わかるってことですね。満潮、干潮の時期がわかるってことですね。これは二等辺三角形、二つの、角が等しければ二等辺三角形だって同じぐらい、法則性として堅実だってことですよ。それはもうアプリよりにそうなんだと。経験しなくても分かるんだと。いつ干潮満潮になるかっていうのは。まあそれは誤差はあるかもしれないですよ。時間まで厳密に決めればね。でもここからここら辺の時間で満潮か干潮かになるなんていうのは、これは別に計算で、まあ分かるってことですね。ということ。だと思います。ということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。